子供の体操着にゼッケンを縫い付けるお母さん。その横ではジュージュー、バケモン。ああ、今のじゃない、テクニカルは賑やかな兄弟、その数なんと8人。こんな仲いい家族あんまりいないと思います。バイバイ。8人とも、はい、うん、そんなお母さんのお仕事は強豪バスケットボールクラブの監督。でどこ目指してるんやなあ。そう、分かってるんやったらもっと大きな声で言わない。なあ、有言実行やろ。思わず押したくなる人に密着するお仕事拝見。8人の子供を育てながらバスケットボールで日本一を目指す監督のお仕事、覗いてみました。神戸市の自宅をお邪魔すると、子供4人がリビングで仲良く眠っていました。主人公のお母さんの姿もまだありません。キッチンにいるのは夫のコウさん。職業上の理由でお顔は内緒。家族より一足早く起きて、朝ごはんやお弁当の準備をしています。これが次男坊のですね。とりあえず食わしてやりたいですね。そうしているうちに目を覚ましてきたのは、別の部屋で寝ていた次男の健吾くん。高校のバスケ部の朝練のため、お弁当を持って毎朝6時前には出発するんだそうです。洗濯物を済ませてリビングに姿を見せたのが今回の主人公、宮城佳代子さんです。リビングで寝ていた子供たちも起きてきました。起きた人から自分でご飯をよそうのが宮城家のルール。食卓に着くのは保育園児から高校生までの兄弟5人です。ケチャップさ、ちょっとだけかけて。なんでお前納豆にケチャップかけたの。末っ子のミライちゃんはまだまだ手のかかる1歳児です。少し遅れて起きた長女の愛香さんは自分で卵焼きを作りました。母ちゃん、食べて。おいしい。そう、佳代子さんは長女、長男、次男、次女、三男、四男、五男、三女、1歳から19歳までの五男三女のママさんなんです。朝はいつもこんな感じ。夫や学校に行く子どもたちを見送り、ここで一息と思いきや。10人乗りの車で下の子2人を保育園へ送ります。工夫してることとかってありますか。あ、もうできることは自分らでやってもらって、協力してもらえることはもう協力してもらってます。子供に、うん、1回でも5人ぐらいの時に、はい、もう私が泣いて頼んだんです頼むから手伝ってってそこからもらったの。朝のミッションが終わり、佳代子さん
電子機器などを作る工場でのパートに出かけます。大阪の体育大学でバスケットボール部に所属していた佳代子さんは、今からおよそ20年前、同じ大学に通っていた康さんと結婚。卒業してすぐ、夫の地元沖縄で長女の愛香さんを出産しました。その後も次々と子供を授かり、41歳で8人のママになりました。保育園に迎えに行った子供たちを小中学生のお姉ちゃんたちに預け、10人分の食材の買い物に出かけます。いや、全然買ったものを旦那が作るっていうなんで真っ先に手に取るのはお肉。一番大きなサイズを6パック合わせて3キロほどですが、1日で食べきっちゃうそうです。バランスがいいこうご飯を心がけてますけど、とりあえずでも肉を与えてますこの日買ったのは冷凍食品や子どもの好きなお菓子など合わせて3袋およそ6000円分。月の食費は10万円くらいに抑えているんだそう。重そう。めっちゃ重たいこれが嫌なんです一人で来ると。音楽の先生に褒められた。歌うまくなったね。歌うまくなったねって。はい。今ちょっと廊下で。廊下でかい。僕が生きてるこの時間は。上機嫌な子供たちを横目に、佳代子さんはご飯の準備をしていきます。そう。ガンとラルも食べとく。行くんやろ。ラルも行くんやろ。食べとかな。バスケットボールの練習前の腹ごしらえタイム。実は佳代子さん、ボランティアで強豪バスケットボールクラブの監督をしているんです。沖縄でミニバスの指導者を始め、神戸に移ってから中学生のクラブチームで監督をしています。子供8人中5人がバスケに関わるバスケ一家なんです。行きます。カメラ、カメラ乗らんの？うん。なんで歩いていくん？お父さんが末っ子の世話をする中、兄弟5人は練習へ。佳代子さんが率いるクラブチームノースウェーブは部員51人、週に5、6日練習しているそうです。動いてちゃんと切り替えも早くしていきましょう。はい、実は次女の千浦さんはキャプテンでありエース。去年10月兵庫県予選で2年生ながら最多得点を挙げて全国大会初出場を決めました。佳代子さんは千浦さんの成長を感じているそうです。みんなに応援される、こういう選手になりなさいって言ってるんですけど、それをちゃんと多分実行できてるんですよ。自分がファールした時も相手を起こしてあげたりとか、そういう気遣いができる選手になってきてるので。選手としてチームに所属するのは千浦さんだけ。他の兄弟たちは審判や時計係をするなどお手伝い。1対1の相手はチームの OB で、
3歳年上の長男るきくんです。るきくんがドリブルからの鮮やかなシュートを決めれば、今度は千浦さんがうまくかわしてシュートを決めます。結構走らせるんですね。めちゃくちゃ結構そうですね夏はもっと走ります。夏は、はい、まあもう6月に入ってるから、こっからはほんまにチーム力高めることと、その無駄な時間を過ごさない、自分で考えて自分で動ける子しかこの先はやっぱ、ね、やっていかれん。でどこ目指してるんや。なあ、そう分かってるんやったらもっと大きな声で言わないと。なあ、有言実行やろ。口に出して言わないとその、 あの目標は達成できない。終わり。気をつけるありがとうございました。帰ってきた子供たちは再びご飯の時間。かよこさん座る暇もありません。ごちそうさま。美味しかったよ。次女の千浦さん、練習中と違ってリラックスしています。やっとかよこさんも椅子に座れたと思ったら、早く塗ってや。早く塗って、明日の準備もあんねん、こっち。何や。長男るきくんの体育祭のために体操着にゼッケンを縫い付ける仕事が待っていました。けどかよこさん、子供たちに囲まれて幸せそうです。ただいまーとか。長女の愛香さんも帰宅し、8人兄弟が揃うとこんな感じ。家族ってどんな家族？家族？住人家族？はい、仲いい家族性。それぞれ個性豊かで楽しい。もう洗濯物畳んでるだけとか、この人数をもう量畳んでるんで、めっちゃ大変やなって思って、ほんまに手伝って少しでも楽にしてあげればなと思います。ちゃんとあれしなさいよ。ちゃんがこの一家のリーダーになってくれてる感じ。タイガちゃんの時にそのバスケの監督としてお母さんに伝わってますか？超怖かったですよ高校とか大学の先生が全く怖くないっていうか、そんなの感じないぐらい一番怖いですこの世の中でバスケしてる時は。バスケしてる時はな。夜遅くまでお邪魔しました。バイバーイ。後で送ってもらおう。今月京都市内で練習試合がありました。いろはなかな、いろはなか。慌てない慌てない。エースの千浦ちゃんはスリーポイントシュートに、カットインからのシュートと大活躍。さらに審判をしているのは四男のダンク君です。慣れた手つきは大人の審判も顔負け。いつかは国際審判になってアメリカのプロバスケットボールで笛を吹くのが夢の一つなんだとか。試合は勝ちましたが、選手たちとは反省会です。アップ不足やなって毎回毎回言ってますよ。それどうするんですか？自分で考える。自分でというか自分ので。そういうことちゃんとしっかりしてください。また。はい。はい、ありがとうございました。
1歳から19歳の8人の子供を育てながら、強豪バスケットボールクラブの監督として日本一を目指す宮城佳代子さんにとってお仕事とは。やっぱ生活の一部になってて、やっぱ教えることによって成長する姿がやっぱ嬉しくて、信念持って頑張ってやってたら味方になってくれる人もいるし、その人らの応援があったら、そのやりがいのある楽しい人生が待ってるよっていうのも伝えたい。